はいどうも河添長です。じゃあねこの動画ではねえっ、ー、と登場人物的なこのサンセツーさんのこの神谷代表と立憲のアリタヨシフスターリンさん、えー、あとこのギューディハギュまあこの三人えっ、ー、と共通してるのはねえー、それぞれまあこの話題ごとなんですけどもまあいわゆる金ですかね政治と金まあギューディさんは まあ、ついででって感じですけどねどうですかね、あなたは、政治と金、ねうん、別にこのまま、別にいいじゃん、そんなのって。政治家なんだし、綺、うん、麗いごとだけ言ってる場合じゃねえんだよと。ね、金かかんだよと。我々は一般人には、ね、およそ想像もつかないような、ね、金の流れとか、あその動かしてるこる金額も含めて、うん、出どころとかね、使用目的とかね、うん、不透明なまま、ね、そういうのがあってもしょうがねえだろうと。 そういういもんなんだよ、政治やって。まあ、中にはそういう解釈してる人もいると思います。で、現実そういう部分も今はあると思うんですよ。規模とかちょっと分かんないですよ、僕にはね。ただ、まあいいや、じゃあ、と,とりあえずね、じゃあ最初この、じゃあ、神谷さんがこういうことをおっしゃっててね、えー、裏金どうこうとか、あおかと思いますよと、それで日本を守る守れるわけねえだろ、そんなんで、っていうことをおっしゃってるんですよね。うん まあ一理あると思います、うん、ただ、これは例えば、じゃあこの選挙、ねうん、今、選挙中じゃないですか、その争点で、ねうん、裏金だからあこいつには投票しないとかね、ねこいつはあの不記載だろうと、ね、裏金じゃないからこの人には投票しようとか、その判断基準というところで、ね、裏金なのか裏金じゃないのかなんていうのは、ね、神谷さんが言うとおり、どうでもいいと思います。 でまあこの今回、神谷さんが言ってるのはこのこの今の,この選挙中の選挙中のそんなところがねこの争点になっている政策云々じゃなくてそれは違うだろうとこんなんじゃ日本の未来をっていうそういう意味でおそらくそういう主張だと思うんでそれは僕もその通りだと思うんですよ例えば今のこの選挙中もねまあ立憲、共産、社民、令和、維新まあ結構この裏金だ、裏金だって自民党内でもね うん、あったぐらいだからさ。じゃあ、この選挙 <laughs> 選挙区でいうと、まあ、ちょうどこの萩生田さんのところ、有田洋志さんのところ、ねうん、八王子、東京24区でね、この立憲のこの有田さんの、この人のこの街頭演説のこのねパフォーマンスっていうかさ、まあ、ちょこっと一個見たんですよ。いや、本当に裏金は許さん。これしか言ってないです。本当にこれしか言ってないです。でしかもなんか、 自民党から萩生田陣営から嫌がらせが増えて困ってるなんかよく分かんない被害者面で言ってるんですよねまあ仮に、まあ、八王子の、うん、八王子市民の、まあ、有権者の立場で言わせていただくと、まあ、どっちにっていうか、まあ、どこの誰にっていうね選挙ですからねそこで相変わらず裏金裏金言っている有田さんこそがね萩生田陣営に まあ、ある意味嫌がらせしている側だろうと、お前が被害者じゃねえよっていうのは思いますかね。あとは、まあ、つぼだ仏壇だ、ね、この統一教会だ、統一じゃないのか。これ、まあ、せいぜいなんか追加でこれ,が言ってこれを言ってるだけ。ね、裏金か、統一か、ね、裏金か、つぼか。あとはなんかこの被害者面でひでえ目にあっているっていう泣き言。 こんなことしか言っていない人に、ね、政治家になられても八王子の方にとっても何のプラスにならないですよね。ねあとこの自民党の、ね、自民普段,でう普段ではこの自民党支持者によく見られる、ね、そういう人たちのよく使うセリフあとはまあなんかいわゆるこの保守論格とかね、えー、保守系なんたるとかねそういう人たちなんかが自民党を支持しながらそういう時に吐くセリフとして この政治と金っていうところあとまあその宗教的なも含めてね、うん、そんなのは関係ねえと何も問題ないと、ね、天下国家を語るのに裏金とか不記載とかパーケンとかキックバックとかどうでもいいんだと大した信者数がいるわけでもないのに壺とか本当にどうでもいいんだと今大切なことは少女に惑わされずたとえ消去法でも自民党か今回公認外された元自民党議員に票を投じること っって言ってて言のけてるんですすよねどう思います、うん、僕はもうかなりすっとこどっこいねねてめえかってのは言い草だなとしか思いませんけどね、うん、じゃあ一方じゃあ立憲みたいにね立憲共産社民令はこの辺みたいにいつまでもこの自民党議員に向かってい、ね、やはり裏金だ裏金だ裏金だってそもそもてめえたちもねうんいやうちの方が不器材だから自民党の裏金と一緒にするななんて言ってるポンコツみたいにね てめえたちも同じことをやっといて、ね、自民党議員に向かって吐き散らかす。このかなりね、もうすっとこぞっこいで言語道断ですよね。要は、政治家のやるべきことは疑惑の追及じゃないわけですよね。な警察とか、この検察とかに任しておきゃいいんで。じゃあ、改めてですけど、政治家が本来やらなきゃいけないことって何ですかねってことなんですよ。うん。ね、だから僕から言わせれば、ね、 そもそもてめえのためにね、うん、こそこそ裏金こさえてるような、私服肥やしてるようなやつからがね、政府だ、国のためだなんか、日本のためにね、動くわけねえんだよ。うん。100百歩譲って、ね、うん、もう金に切ったねえ、切ったねえ、どうしようもないやつがいたとしましょう。でも、ね、前も言いましたけどね、その代わりぶっちぎりで、もう他誰も、誰も真似できないぐらい、他の議員、百人、千人、千人はいないけど、ね、 10倍も100倍も,も国の発展と安心安全ねうんそのためにねもう貢献してくれているとそんな政治家いるわけないと思うけどねうんだ結局こんなね今までのこのね、うん、こんなふざけた連中がこの政治のね政府のね中枢にねふんぞり返って居座り続けたもんだから日本は没落したんじゃねえの まず生み出さないとだめだと思うんですけどね。うん、ね一応、念のため、もう一回ね、さっきもあのお伝えしましたけども、ね、お断りしておきますけども、ね、裏金を選挙の、ね、最大の,この争点にしたがる、ね、そういう輩はね、は、さっき神谷さんがおっしゃってたようにね、ねアホだと思いますよ。ね、立憲、共産、社民、令和、プラス、あとそれにね、うん、くっついて同じことを連呼しているマスゴミども。 こいつらはもう本当アホだと思いますよ。ただ、結局、そうだからそれらも含めて、ね、自民党の連中も含めてね、結局政治、ね、政治は金なんだよと、ねうん。自民党支持者なんかが開き直って言うわけじゃん。さっき言ったのはね、結局、その資金源がそういうもんだっていう意匠返しですよね。うん、およそ、ね、堂々と。ね だから例えば政治家だったらね、有権者の前でね、堂々と説明できねえような金がある。ね、金の流れがある。そういうもんなんだと。しょうがねえだろうって開き直ってるわけだよね。うん。何にもしょうがなくねえよ。えきったね金に手つけないとね政治できねえんだよと。分かってねえやつがブツブツうるせえんだって開き直ってるわけだよね。有権者に向かって。なめんなよって話ですよ。 大体さ、ね、この話題になってる裏金だ、キックバックだ、パーケンだっていうその使い道まあまるっと公にはされてないけど主に選挙対策だろう、あるいはこの自民党だったらプラスその党内での、まあ、政局っていうかその駆け引きっていうか、まあ、派閥の、まあ、発展存続化、まあ、今解消されたけど一応ね、ね建前としては。 主に選挙対策だろうどこのやつも。うん。そもそも日本を守るとか、日本の将来とか関係ねえんだよ。なら結局は自己正当化と自己弁護なんだよ、こいつらが言ってんのは。特に自民党支持してるやつ。大体政治家が不正に甘い。ね。ここは本当に必要だから、言えなくても説明つかなくてもしょうがねえんだよっていう、目つぶろうっていうその甘さ。政治家が不正に甘いってだけでも、 クズ中のクズなんだよ我々一般人からすりゃゴミ以下のクズなんだよ大体もっともらしいことでかいことを言い続けてこんなの詐欺師の特徴だろううんだから我々一般人のこの感覚で言うとじゃあもうだったらね、うん、与党も野党も自民だろうが公明だろうが、ね、立憲共産社民令和以下、ね、他のやつらだろうがね いわゆるこの裏金だ、キックバックだ、パーケンだ、不記載だなんていうやからはもう片っ端から退場してもらう。で、そうじゃなかった残った、ね、いわゆるこのクリーンな、他の人に代わってもらう。なんでそれができねえのなんでそれがダメなのそんな代わりが効かない、代えがたいほど、ね、ほとんどの、ね、人材が、いわゆる議員が、政治家じゃなくて、政治家、あるいはそれですらない、選挙や風情に、 要はそんなやつらばっかりだったっていうこの証明なのかできないってことはだから僕いつも言ってるじゃないですかどいつもこいつも金に汚いね私服を肥やしてるだけのポンコツなんだろうってその証明でもあるよねできるんだったらとっとと帰りゃいいだけの話なんだからなあだからよっぽど我々がね我々一般人がねおよそ想像もつかないほどの金額ねうんしこたまやっぱりこの抱えてるわけですよ 中中スキームにあやかって吸い上げてるわけですよ。日本の一切合切をね。じゃあ、例えばこの法人税、ね、減税して、ね、企業献金、ガッポガポ、ね。あるいはこの法人税減税して、ね、パーケンお買い上げ、ガッポガポ。素晴らしいビジネスモデルだよな、お前ら。あなあてめえたちがそんな様だからよ、ね、例えば役所の官僚どもだって、ね、それはデータ改ざん祭り、やるよな。 なんであいつらだけ汚ねえ真似して、四股玉ね、この私服肥やして、なんで俺たちがやらなきゃやったらダメなんだよと。むしろ俺たちが国の舵取り、国動かしてんのは俺たちなんだぞって、あいつらあいつらで勘違いして踏んどり返ってんだよな。で、正解や寛解、ね、公の、うん、そういう立場に身を置くてめえたちが、ね、そのざまだから、 だ民間の人間だってさアホじゃねえから見てるよなじゃあ俺たちだっていいんじゃねえってなるよなうんだこうやってね日本の例えばねこの政府中枢からねこの民間にも波及してどん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 腐ってって今こうなってるんじゃねえのうんもう生み出すしかねえようんと僕なんかはねまあちょっとあ強めにね <laughs> 吐き捨ててしまいましたけどもまあ僕はそういうふうに考えてます、うん、あなたはねどう思われますかね、えー、今回は以上です